どうもこんにちは、ギャラクシーブックのカズです。今日もビジネスにまつわる、書籍にまつわる、そんなお話をつらつらつらっとしようかなと思っておりますので、よかったら最後まで見ていただきたいのと、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。と言いながらですね、今日は特にビジネスの話でもなく、出版社の話でもなくっていう、ちょっとチャリティー T シャツのお話をしようかなというふうに思います。もしこれ何かしら参考になればなと思ったりもするんで、まあ、ちょっと見ていただけたらというふうに思います。ということで今日のトークテーマはこちら、チャリティー T シャツの背景というお話をしようかなというふうに思います。何の話だという方もいらっしゃいます。もう何回も聞いてますって方もいるかもしれませんが、ちょっと収めておきたいという意味で。僕ら今、チャリティー T シャツをやっています。出版社をしながらチャリティー T シャツという、ね、シャツを販売しています。まあ、それがどういうことかという、ちょっと経緯からお話しすると、ギャラクシーブックスにはマスコットキャラクターというものがいてまして、実は。こんなピオクシーというひよこのキャラクターがいています。これが何でこうなったかというと、去年の頭にライブ配信を僕がしていて、このロゴ、ギャラクシーブックスのロゴが、目をここつけたらひよこに見えるよね、から始まって、ギャラクシーというのを文字って、こう、ピオクシーっていう風な形になったんですよ。せっかくこのね、キャラクターが去年の2月に誕生したので、なんかできひんかと。こんな可愛いひよこちゃんいるのに何かできひんかってことで、うちの会社が、まあ、出版をします。まあ、もちろんそこで売り上げ上げてとか、利益残してとか、次の展開側はあるんですけども、何かしらこの社会貢献みたいなものがやっぱキーワード、SDGs だったりさ、なんかこうキーワードになってきている中で、僕たち何ができるかなってのでめっちゃ考えたんですよ、社内でも。やっぱり難しいし、ある一定大きな金額を寄付して成立するとかさ、大きな団体をが動いて何かこう物事をすることが社会貢献なんかなとかっていうので議論をずっとしていたんですけども、もう無理やなと。そんな僕らみたいにそんな大きくはない会社で何ができるかなんて考えた時に、別にいいやんと一人のスタッフが言ってくれました。もう数百円数千円でも募金できたらそれはそれでいいんじゃないっていうところから、じゃあちょっとやりやすくなったなっていうタイミングでピオクシーこの T シャツを作りました、去年。こいつのね、でそれがですね、まあまあホワイトで白色の、ね、T シャツで、ここに大きくこうピオクシーってやれば、まあ可愛かったんですよ、 T シャツ自体が。それをもう限定100着ぐらいかな、本当に150ぐらいかな、販売させてもらったら割と一気に売れて、これなんで売れたんかなっていう要因もいろいろ分析はしたんですけども、もちろんね、僕たちのね、お客さんが見てくれて買ってくれたとか、SNS でね、買ってくれて、してくれて、買ってくれたっていう方もいらっしゃるんですけども、なんで売れたんかなと思った時に、ちょっと聞いたんですよ、何名かの方に。すると、社会貢献とかね、何かこう、世の中のためにって思う方はいっぱいいるんですけども、僕たちと同じように、何をすればいいかがわからない。どこに寄付したいかわからない。そういった方が結構多いんだっていうことに気づいたんですね。なので、まあ、去年のね、T シャツの第2弾ということで、今ちょっと販売をね、この4月の末までしようかなと思っているんですけども、このちょっとね、宣伝っぽくなって申し訳ないです。この今回はね、ここに左胸にロゴをつけて、去年よりね質が良くてとか、あと実は色も選べます。もうそれはね、ちょっと概要欄にショップを貼っておくんですけども、色もね実は10色から選べるとか、サイズもね去年は在庫を抱えてしまったもんですから、もう3サイズとかね、もうそれぐらい中から選んでとか、あと M サイズなくなりましたとか、そんなんがあったんですけども、今回はねもう言われたものな、もう子供のサイズからね、大人のサイズ、大きいサイズまで用はしているんですけども、まあ、ここで実は僕たちがね、買ってねとか協力してくださいっていう動きは正直利益にはならないです。利益はなんか残るけども、それは寄付しようと。で今年はね、ちょっと子ども基金大阪のか迷ったんですけども、今のところねウクライナの子ども基金ありました、ここに寄付しようかなということで、この背景としては何ができるかなって考えた結果、その大きな金額じゃなくてもいいし、むしろこうやってね T シャツを買ってくださる、ピオクシー T シャツを買ってくださる方がいて、その1万あたりで500円ぐらい、500円前後ぐらいかな、サイズによってもちょっと原価違うんであれなんですけども、まあ、大体500円から600円、700円ぐらいが1人当たり寄付できると。そうなることによると、その真ん中に入るわけなんで、もちろん僕が一番動かないといけない、ギャラクシーブックス動かないといけないんですけども、そうすることによって、じゃあ寄付の応援したいっていう方も募れたらめちゃくちゃいいなと思って、去年より実は今年の方がおそらくまあ売れる見込みもあるなと思っているので、まあちょっと大体的に SNS 使って告知をさせてもらってたんですけども、なんでこれ始めたんですかっていう方が結構多くって、まあこういった動画にまとめようかなっていうのがまあ今日の趣旨なんですね。で僕たちはね、おそらく売り上げを上げてね、会社を経営していくっていうことは絶対必要なんです。そしてサービスの提供とか顧客満足度と戦っていかなきゃいけないんです。でここが
ある程度できていくと、もう大手なんか結構やってるんですよ。 SDGs の活動とかって、我々の会社はこれをしますとか、僕たちはこれをしますとかっていう中で、僕たち中小企業でも何ができるかなって考えることがまず大事かなっていうふうには、このピオクシーを通じて、それ以外にも寄贈活動とかね、僕らまあゴミ拾いやってるとかいろいろするんですけども、それって別にお金儲けはできないんですけど、でもそれがまた回り回ってね、うちの売り上げに直結する何かが見つかったらいいなとかっていう形で、ちょっとこのもう目先のことは一旦置いといて、まあ、もっとフラットにね、僕が何かしたからといって世界が良くなるわけではないんだけど、その動きを考えるとか動いてみるとかっていうことで、そして僕たちを応援してくださるこの、まあ、T シャツに関してもそうですけども、ご購入いただける方とかっていうのは本当にありがたいなと。でこの方々の利益っていうのは僕たちがもらうわけではなくて、それを次、困ってる方々にこうお渡しするっていう活動、これが大体冬ぐらい、秋冬ぐらいに全て完結する。そして報告もして、どこどこに寄付しましたよってことを言えれば、これ買ってくれた方はもちろん T シャツもね、普通の T シャツよりちょっと高いんですよ、やっぱり値段がね、寄付する分のしてるから金額に。なのですごく心苦しい部分であるんですけども、みんなね心よくね、何枚買ったよとか1枚だけ買わさせていただきましたとか、本当に嬉しいなと思って、この T シャツが広まることも嬉しいんですけども、なんかこうみんなでねチャリティー活動ができるっていうのを続けていく、継続してできるっていうのは僕はすごい大事かなと思うので、ちょっと今日はこのピオクシー T シャツなんでこれ始まったのっていう声が結構多くて、第2弾も割と好評でございます。もうよかったらまだ今の期間はおそらく買えるんで、販売はまだできて、で納期は6月中旬かな、7月とかに届く、まあ、暑い時期には届くような形の仕様にしていますので、ぜひよかったらこのチャリティー T シャツにご参加いただけたらなというので、ちょっと今日は動画を撮らせていただきました。ということで、ちょっと今日はちょっと自社の話でしたけども、こういう活動ってね、別に横展開できるはずなんですよ。私だからできないとか僕だからできないはないと思っていて、そんな考え方だと思います。何ができるかって考えて、その大きいことしなくてもなんかいいかなと思ったりもするので、ぜひ参考にいただけたらというふうに思います。ということで、ギャラクシーボックスの和でした。また。